尖閣の状況に関しまして、政府内の関係者から話を伺われると思うんですが、どういったご説明があったんでしょうか。報道ベースではですね、17日にも1000隻の船が尖閣に来るというような報道もあるんですが、政府からいろいろ話を聞きますとね、まあ、漁期の関係で若干その船が増えているということはあるけれども、特にそういうことを今減臨しているわけではないと。まあ、大きな台風がありましたので、それも関係しているのかどうか、そこはよく分かりませんが、いずれにせよ明日は流上湖で調査クリーン の爆死した事件の日ですね。それで非常にある意味では日中間の緊張も高まる時期で、今国内でも中国国内でもいろいろなデモが行われている最中なので、明日はまあ象徴的な日でもあって要注意であると。だから政府部内でも警戒を高めているというお話でした。ですから私からもですね、政府として十分に情報を集めて万全の措置を取ってほしいという要請をしました。それから今総裁選の最中なんですが、明日はそういうある意味では象徴的な日で、非常に注意をしなければならない日であるということがありますので、明日は神戸、それから広島、香川と遊説をすることになっておりますが、そういう問題がありますのでね、午前中神戸だけやっていただいて、あとは全員東京に戻ってきてほしいという指示を大野委員長を通じて出しました。で、明日午後16時この問題についてですね、部会を開くわけですが、総裁候補の方々はいずれもこの問題に関して、非常に経験の深い方がおられるわけですので、明日のこの部会に出て全員出ていただいて、我が党としても対応も協議していただこうという ことにいたしたいと思っております。尖閣の保有化というところから、温暖化がどんどん大きくなってきているかと思うんですが、これまでの政府あるいは野田総理の対応についてはどういうふうに考えますか。日本側としてはそれは日本の主張は当然きちっとやっていかなければいけませんね。ただだいぶ中国の内部でもいろいろな先鋭的な動きが出てきているのですから、そして中国も少し、違法なデモ等々はですね、沈静化を図らすために抑えていこうとしているのかどうか、そこもよく分かりませんが、そういう動きもあるようですから、無用な刺激をすることは控えなきゃいかんなと思います。総裁の方から野田総理ですとか、政府側に官邸に直接何か要請ですとかお話というのはされるんでしょうか。明日その部会でちょっと議論をしましてね、その結果を見てどうするかということだと思います。中国政府あるいは中国の人たちにですね、何か総裁の方からおっしゃりたいことがあればお願いしたいんですか。これは日本側の主張は日本として当然申し上げなければなりませんね。ただこれはお互いに日中引っ越しもできない関係ですからね、大きな目で、これは決して中国だけに言うわけではありません。日本側もそうですが、大きな目で見ていかなきゃいかんだろうと思いますね。各社さん質問ありましたらどうぞ。総裁、中国国内のデモについてですね、日系企業が破壊されたりですね、スーパーに手がつけられたり、非常に暴徒がするなど激しくなっていますけれども、こういったデモ自体を総裁どのようにご覧になったでしょうか。私は皆さんに若干年取ってますのでね、戦前の日華排斥とかですね、そういう運動とのイメージは重なるところがありまして、これにどう対応していくかというのは中国政府ももちろん真剣に取り組んでもらわなきゃいかんのですが、日本としても冷静に対応していく必要があると思います。よろしいでしょうか。ですか。先ほどの明日の午後の遊説は取りやめですけれども、これはまだ決定事項ではないと。いや、決定して私が判断して指示をしました。よろしいですか。
ありがとうございました。